それから今、まあ、このスタンドも映っていますが、まあ、お気づきだと思うんですが、この T シャツお揃いでみんな来ています。まあ、実は放送付きもそういうことなんですが、ご紹介をしたいと思います。今日の解説はおとといについての杉山健人さん、そして、リポーター西村由美、実況上野明でお伝えしてまいります。ということで杉山さん、はい、あのこの T シャツがね、はい、実は星野選手デーということ で、 そうです、ね、これを着て星野監督を、まあね、早く復帰を願いたいということでね、はい、あのこれ直筆なんですよ ね、 直筆ですよね、うん、私も一度、はい、あの星野さんにサインもらったことあるんですけど、なんて書いてたんですか。まあ、あの普通に星野選手、うん、って書いてある。あのほら最低意外と座右の銘というかあるじゃないですか。そうなんですけどね、やっぱりこんな字でした。達筆でしたね。すごい上手い、非常に綺麗になりますね。あのでも字というのはやっぱり人を表すってよく言うじゃないですか。はい、私字下手なので。あ、そうなんですか。すごい下手です。はい、あのサインってのは崩すんでわからないんですよね。そうですね。はい、いやでも本当にみんな今日はこれを着てですね、まあ、応援をしようということになりますが、まあ、とにかく星野選手監督が、まあ、本当にちょっとこう腰を痛めてしまうということで ね、 ね、こうみんなから心配されながらもやっぱり痛みにはちょっと勝てなかったということで、今佐藤義之監督代行ですが、ありがとうございました。まあ、星野選手デーということで、まあ、実は今日のほとんどの座席が実は1001円で販売しているんですね。まあ、金曜日ということもありますが、ぜひまた、ね、これから始まるわけですから、足を運んでほしいなと思いますね。さあリポーターは西村由美リポーターですが、西村さん、はい、よろしくお願いしま す。先ほどあのご紹介ありましたように、今日は星野選手デーということでですね、まあ、皆さんファンの方があの誰かのためにと背中にプリントされた T シャツを着られているんですが、胸には星野監督の背番号77がプリントされていますよね。その背中の言葉なんですが、これあの誰かのためにというのは監督が好きな言葉だということなんですね。今日の練習中、選手この T シャツを着て汗を流していました。また今日はですね、あのこの T シャツの他にも来場者の皆さんに星野監督の名前にちなんで折り紙で1001羽の鶴を折ってもらおうという企画も行われているんですね。上野さん、通常だと1000羽鶴ということで1000羽なんですが、うん、まあ、監督の名前にちなんで1001羽ということだそうです。まあ、球場の前の広場では色とりどりの折り紙とあと鶴の折り方がテーブルに置かれていて、ファンの皆さんがそれを見ながら1羽1羽丁寧に折っていました。はい、まあ、5時の時点で9000羽ほど集まったということでしたよ。なるほど、はい、鶴、西村さん折れるんですか。折りますよ。私も1羽赤い鶴を折って入れてきました。そうですか、はいはい、ということでリポートまたお願いしますね。はい、よろしくお願いします。折り紙というのも、まあ、本当にあのいろんなのを折る方もいらっしゃいますが、杉山さん何を折れますか。私飛行機。飛行機、ああ、飛ばすんですよね。まあ、いろんな飛行機ですけど ね、 なるほどね、簡単ですからね。